はい、皆さん、こんにちは。えーとですね、最終回になりましたよ。えーと、一応、一応ですね、もうどうせやるんだけども、一応区切りとしては、あの、あくまで、あの、予定通りっていうことで、110チャンネル目ですね、紹介ですね。えーと、本日は、えーと、もう、最後になりましたけど、ホンダのバイクっていうのを選びました。えー、もう、最後、やっぱりね、結局、一緒なんですけども、ね、<laughs> もう通過、通過点っまだやりますけどね。 えっと、ホンダのバイクっていうチャンネルを選ばせていただきました。えっ、ー、とね、もうレオンチャンネルとかそういう、もとも,、うん、も,と,もと100チャンネル超えのをお紹介して、ホンダのバイクさんとか、あとアメバ TV さんとか、Nintendo、えー、と,とか YouTube 個室チャンネルとか、ああいうのはもう水面下で、えー、という100万人以下で、それがもう、要するに水面から出てきたわけですよね。100万人以上になってきたわけで。 で今で言ったら、柴田はまだちょっと分かんないけど、もうゆきりぬさんはもう、そうですねあの、今どん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 伸びていってますし、うん、猫店とかも伸びてますしね、猫店はでも80万再生ってちょっと止まったかなーっていう、そんな感じですよね。70、80まではとんでもない勢いで、もうそれは100間違,いだろ間違いないだろうと思って止まりましたよね。うん あと柴田とかも続いてるし、ラファエルさんとかもどうしようかと考えてます。ただ別チャンネルなんで、やっぱり、あの、別チャンネル、あの名前は一緒でも、別チャンネルは別チャンネルなんで、えっと、まあ、そうですね、もう、やる価値はあるかなとは思ってるんですけども、やっぱりもう一回消化してるもんなんで、別チャンネルなんですけどね、う。ん だから、まあ、最後、最後に回すのもいいかなと思いますけどね。はい、前、まあ、き長くてすいません。えー、っとですね。まあですね、えー、っと、一応ですね、えー、っとね、まあ、どうせもう最後でも言うんですけども、登録数とかも全然、えー、っと、増えることもなくですね。えー、っとまあまあ、再生数はまあ、そこそこ行ったんじゃないですか。で、あと、 ああ今日はちょっと出してないけど、まあ最初から見せてもいいかもわからないけど、なぜかわかんないんですけど、私の動画は女性の人が70%、71%見られてるみたいですけども、うん、その自分のページ見せたらよかったんだけど、そこまでちょっと用意しなかったですね、えー。手抜き動画で申し訳ないんですけども。いやー、その71%女性の方が見て、 多分まあ、で、女性の方がバットボタンを押してるんでしょういや、まあ当然だと思いますけどもね、あの、自分で言うのもなんですけども、うん、女性の方がなんかね、見るようなコンテンツではないかなと思うんですけどもね、あんまおすすめしませんけどもね、えー、もうそんな時間があるんだったら他の動画見た方が時間ね、有益に過ごせるんじゃないかなと思ってますけども、はい、えーとですね、別に最終回だからって長いこと喋ってもしょうがないんで、 説明っていうのも,もうないでしょう。もうこれもう、だからほんとこんなのね、逆に言ったら俺の方が登録者数多くてもおかしくないようなさ、レベルなんだけども、なんか違うんだろうね。動画こうです。もう日本です。これはもう一回見た、見てこうバーです。こう全部見させていただきました。えっ、ー、と、この3分くらいで2分動画の動画で、しかもね、あの、ホンダのなんかバイクとかのなんか紹介かなんかね、それでなんかすごいホンダのバイクとかさ、 ホンダのバイクのスーパーカーとか、そういうのを紹介してるんだろうなっていう想像で言ったんですけど全然でですね。えー、全部、だから全部の動画を端から端まで見れた、見た金の、えー、っと、金のチャンネル、金の縦のえ、そうですね、登録者100万人以上のチャンネルで全、全部の動画を見たチャンネルも初めてですよね。で、これも中っていうかね、あの、 まあこれを再生するわけにはいかないんですけども何て言うんですかねそのどうなんでしょうねそのゲームやってるんですよねもう今のな何ていうゲームか知らないけどでそのダイジェストっていうか総集編ですかうんそれをちょっと 2, 2分なり3分なりやってるだけですねうん ちょ,っとちょっともう、な、なんなんでしょうね。これ、ど、もう、意図的にこう、なんかね、作り上げたんじゃないかとしか考えられないですけどもね。うん。はい、まあ、そんな感じですかね。もう一番気になってたんだよね。ずっとさ、金の盾の中で一番気になってたチャンネルですね。えっ、ー、と、もう本題いきます。もう何にも説明することがありませんので。えー、あ、もう、カメラの調子もいいな。ほら、アップロード2本でしょ まあてきば聞きますよ。ええー、日本、動画、日本の登録数が一0千万、十万、百万ですから、百十三万人。これ、何の意味で登録してるんだわかんない。活動もしないしね。えぇ、ー、推奨回数が一0千万、十万、百万ですかね。まあ700万再生ですけども、日本で700万再生ですからね。これ、とんでもない話で。日本に対して700万再生の。ええー、っと、日本のゲームズ。ああ、ゲームズって、ゲームズやってるんだ。で、2018年全然、 えセプテンバー9月でしょ覚えた覚えた。えー、最近作ってでいきなりこんなになったら、これ何なの九月3日でしょセ,セプテンバーね。何なんですかこれは。これは B マイナス。で、えー、っと、トルケ数が1万4、全、えー、世界ランキングが1百485位の、ビデオランキングがまあなんか、あれですね。一億こんな初めて見たな。1億千0 0 0万、10万、40万円 これもすごいでしょ。ぎ、銅の盾っていうよりももう、銅の盾、えー何なんでしょうね。ぐらいじゃないですか。銀の盾ってなんかもっと上だから、そしてら僕にもちょっとわかんないですもう天文学的な数字ですね。これまだ増えてるでしょ1億千万、10万、13万再生ですよね。あの日本の動画で、だけで13万再生っていうのはとんでもないことですけども。で、これまた200%増えてるんだって。 1>, あの1万5000人増えて、先月よりも200%増えてるらしいですね。じゃあ、これは、先月は7000ぐらい、78000千千ぐらいっていうことかえー、っと、まあ、えー、と収益が543。まあまあ、それでも悪くないんじゃないですか ?543 だから、まあ、5万、5万ですかね。34だから、3000から5万ですか まあ日本の動画はこんでけ上げただけでも、お金入るだけでもね、とんでもない世界だと思いますけども。えーっと、これはなんだちょっと桁がいきなり、何なんだろうね。銅の盾を紹介してるような感じになってきたけど銀の盾ももっとあるからね、脅威えーっと、これが1000だから、1000でしょ。1000だ。6000ドルだ。6000ドル年収6000ドルっていうことは、 60万入ってくるのすごいよね。こんな日本の動画だけでね。60万の、まあこれ400だから、4万ですか。4万から、何までって言ったっけ。忘れちゃった。6000ドルだから、60万か。あ4万か60万っていう感じですか。うん、いや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 、これは、でも何なんでしょうね。銅の盾を消化してるみたいな感じですよね。 でも、あれだからね。たった、なんその動画2本でしかも2分とか3分の動画だけだからね。これもすごい。どこを紹介しようかな。こんな人いっぱいいますよ、そんな。こんな人いっぱいいますからね。11ドルっていうことは、えなんだまあ、1000円ちょ1100円か。1ドルになってないっていうことは、えー、っと、 100円以下っていうことですかね。まあ、こんな感じですね。ああ、なんなんでしょう。これ、え、なんなんですかこれ。最初こんだけ増えて減ってるのあ、最初が、あの、なんなんですかこれも。もうよくわかんないですね。最初見られて、なんか落ち着いた感じですか。はあ、ちょっとよくわからないですね。 はい、以上です。えーとね、この後はですね、もうちょっと、まあ一応ゴールデンウィークも明けっていうかもう結局ゴールデンウィーク入っちゃったけどね。うーん。とりあえず、まあお休みするかどうかわかんない。ではとりあえずもここまではどうしても、どんなことがあってもやろうと思って、ここまで来ましたけどもね、いかがだったでしょうかね。えー、バットバタンもいっぱいいただいてね、あーもう感謝感激、雨あられですよ。えー、っと。 まあこのチャンネルも、まあえっと、100万人以下で水面下だったんですけどね。うん。だから本当だったら、レオンチャンネルとか、そこら辺、最後のね、ビッグチャンネルとか、ベスト10に入ってるビッグチャンネル、ね、あのー、紹介しようと思ったんだけど、やっぱりそのだけの大きいチャンネルをリサーチするにはちょっと時間足らなくて、えー、っと、まぁ、ホンダのバイクっていうのをリサーチすぐできるからっていうんで、やっぱそういういろんな、あの、あれでね、ホンダのバイクを最後にさせていただきましたけどもね。 次、もし紹介するんだったら、レオンチャンネルとか、うん、そうですね、ちょま、もう、順番通りにやっていこうかなとは、思っております。はい、それでは、また検索にかかることを、心よりお待ち申し上げております。最後まで、ご視聴ありがとうございました。最終です。ありがとうございました。